はい、というわけで今回はオールスター系イースト戦力レーティング、クゾーレーティングやっていこうかなと思います。で、なんかめちゃめちゃ時間かかっちゃったんで、この動画を出す2、3時間前とかに収録してるんで、ちょっとミスとかはご了承ください。15チーム一気にやろうかなと思うので、各チームめちゃめちゃ少なくなることをご了承ください。1分未満くらいでいきます。それでは行きましょう。で、クゾーレーティングのルールは例のごとくこちらとなっております。何回も説明するとあれなんで、画面止めて確認してください。動画を楽しく見るためのルールももう分かってるよね。この手の動画はいろんな人の意見があってもう全部はまとまんないんだから、お前の意見押し付けてくんな。クソみたいな返信送るな。やめたやつはブロック。そして昨日はレイカーズ編を上げております。3期目のクゾーレーティングはこのレイカーズ動画が初なので、そちら確認してみてからの方が分かりやすいと思います。ぜひご覧ください。それでは本編参ります。では順位下から行きましょう。15位ピストンズ。画面が小さいので停止という拡大推奨。1分未満なので軽く行くと、ちょっとケイドのランクが高すぎるかなって自分でも思ってるんですけど、他に上げる選手もいなかったんでね、B まで上がっちゃってます。ただちょっと最近ね、アイビーとの共存が難しくて、もしかしたらシーズン終わる頃には下がってるかもしれないですね。アイビーもキリハイズいなくなってから結構生き生きとしてるんだけど、サッサーも良くなってるからね、このケイド、アイビー、サッサー早く整理した方がいいと思うわ。あと他はね、デッドラインでめちゃめちゃ入れ替わったから、まだピストンズの水慣れてからって評価かな。期待してんのは本撤去だけどね。あとスチュワートはなんか廊下でドリューバークス殴って逮捕されたね。そういうことやってると NB いられなくなるからね。この評価よりいずれ下がっていくことは明白でしょう。デューレンとワイズマンの競争にも注目ですね。総合力だとデューレンなんだけど、ワイズマンも3つもらえりゃ得点は取れる。ワイズマンの契約は今年いっぱいで切れるので、来季ピストンズがどういう意図でワイズマン使っていくのかは注目です。14位ワシントンウィザーズ。タイヤス・ジョーンズ最近スリーポイントも好調だからね、 C プラス高いかなと思ったけど、契約に見合わぬ活躍してるのは事実。逆にジョーダン・プールの下がり方やばいね。シーズン開始前 B だったけど今 C マイナスだからね。 2K レーティングも80切っちゃったからさ。あとクズマも上げましたね。ウィザーズだからってこともあるけど、スタッツの見栄えはめちゃくちゃいい。最近アブリアが頑張ってきたんで上げてるんですけど、まだシーズン通しての活躍じゃないんで、一応 D プラス止まりにはしてます。あと途中で加入してきたバグリーにも期待したいですね。なんかホームズも入ってきちゃったからね、ここは競争でしょう。13位、ホーネッツ。ラベルは稼働してないからランク変えられないわ。あとはデッドラインでミチッチとかカリーとかトレマンとかも入ってきてるので、またここら辺のガードポジション渋滞ですね。競争です。ニック・スミス・ジュニアが上がってくれば面白いですけどね。ウィングはね、ちょっとね、ブランドン・ミラー B マイナス高えかと思ったけどね。すげえ活躍しだしてるわ。来季平均20得点取っても驚かないです。あとブリッジスもえぐい。やっぱ悪いことしなければあれだけできるんだよね。デッドラインで出さなかったハンダーは結構尊重はしたいかな。ベルターンズは使わない。グラント・ウィリアムズどうなるんでしょうね。マブスに文句言ってますけど、ホーネツのディフェンスを改善してくれるのか、再建に必要じゃないタイプだから来季出ていくのか注目です。センターね、ニック・リチャーズ、マーク・ウィリアムスっていうそこそこ若い2人のセンター抱えられてるのはめちゃくちゃいいですね。ラプターズもデッドラインかなり動きましたね。ウィンズローを補強しました。まあ、彼がポイントガードなのかフォワードなのかはちょっと個人にお任せします。クイックリー期待したい。もう正ポイントガード誰もいなくなったからね、暴れてもらってオールスター手前とかまで行けば面白い。で逆にゲイリー・トレントっていうベテランを今シーズン出せなかったので来季契約が切れるからどうすんのかっていうところと、ブルース・ブラも同じ枠ですね。正直、ナゲッツで優勝したレベルの活躍は今できてないです。RJ とかもね、ラプターズでオールスター級になってほしいんだけど、スコッティ・バーンズやっぱ被るとこ否めないからな。バーズは逆にこっから B プラスまで上がってたんで A に行けるかは来季以降も含めて注目です。てかマジオリニックなんで取ったんだ、これいるか。センターもまあまあいるからな、ヤコブ・パートル、ブーシェとか。ラプターズは本当に再建したいのかどうかってのは謎っていう感じですね。11位、ネッツ。ジャック・ボンコーチ解任になりましたね。ネッツね、指名権自前で今年ないから絶対プレイオフ行きたいはずなんだけど、これいけるか？ベン・シモンズはまだちょっと復帰してから稼働があまりないので判断しかねる。問題は、シュルーダーとキャム・トーマスの併用よね。キャム・トーは、マジでシーズン通し出せば平均25得点ぐらいするんだろうなっていう得点力を見せつけてるから一応 B にはしてるんだけど、ディフェンスで穴になりすぎるし、ボーン体制だとそのディフェンスも隠せてなかったので、ここがまあ6マンで継続だったら B から落ちるかなっていうイメージですね。あとはミカル・ブリッジスも A にはしてるんだけど、まあオールスター選ばれなかったんで B との A との境界線ぐらいかなっていうところと、キャムジョンもうちょっと頑張ってほしいですね。ロイス・オニールもいなくなったんでミニッツは増えていくかなと思います。あとクラクストンは B マイナスに上げましたね。彼すごいっすわ。来年ネッツ残す気でいいのかな。ベンシモトの兵はやっぱ無理だと思うんですけどね。お次は10位ホークスなんですけど、なんかダニエル・ハウス・ジュニアが加入するらしいんだけど、まだ僕の見てるサイズだとロスターいなかったんで適当に上に入れてます。トレヤングね、スタッツとかね、オフェンス能力だけ見たらほんとリーグでも10本20本に入るところではあるんだけど、現状勝たせられてない時点で俺はあんま評価してないんだよな。もうこれ言ったら動画長くなるんであんま言いませんけど、デジャンテトレー体制というか、もうこの体制自体をどっかでぶっ壊した方がいいかなと思います。ディアンドレ・ハンターもね、怪我から復帰したら活躍するんだけど怪我が多いからね。サディック・ベイもシュート効率悪くなってるし、もっとジェイレン・ジョンソンに身につあげた方がいいのかなとも思いますね。なんか
AJ グリフィンはあれどうしたんだ、なんか全然試合出てこないね。カペラとオコングもそろそろ選んだ方がいいと思うんだけどね。スキルセット的に2ピックで使えないしね。何はともあれデッドラインマジで動かなかったんで、これでプレイイン逃したら受けるよね。今年のドラフト10位近辺の順位で指名したところで何も変わらないと思うからさ。同じことはこのチームで言いますね、ブルズ。もうコビー・ホワイトがさ、B- に上げちゃってるけど、この活躍するんだったら最初からそうした方が良くなかった。ラビンも来年帰ってきたらどうしちゃうんだろうね。今出せないよ、ラビン。あ、すいません、これデローザン2年じゃなくて1年ですね。だからデローザンも来季どうすんだ、残すのか？わかんない。このチームの考えてることマジでわからん。あわよくばプレイン行ったところでどうするん？カルーソの出し時がマジで今年だったと思うんだよね。一番価値が高かった。これで来季怪我とかして出れないとかだったらマジずっこけるぜ。タトウィルもね、もうちょっと頑張ってほしい。今だと全く足りない。だって同期タイリス・ハリバートンとかマキシーだよ。自分より上の10の人活躍しすぎでしょ。ブーチェビッチもね、これからどんどんね、年齢も重なっていくし、ダウン契約ではあるんですけど、来季以降ブーチェビッチもいる未来が見えないな。なんならドラボンドの方が最近頑張ってるしね。ロンゾも来季稼働するかわかんないからね。もう来季解体の方が俺は濃厚だと思うかな。7位、ヒートさん。まだちょっとテリー・ロジアーがフィットしきってないからね。俺は当時からタイラー・ヒーローと共存できるのかってのは疑問だったんですけど、もう動いちゃったもんはしょうがない。ホーネッツ時の活躍で B- あるけど、下がる可能性は全然ありますね。デロナイト補強しました。ここはいいでしょうね。ヒーローもプレイオフまで怪我なくどれだけ稼働できるかっていうところ、最近めちゃめちゃ怪我増えてきてますからね。ハイスミスはなんか逮捕されてなかったっけ？あれ許されたんかな？ジミー・バトラーめっちゃ下げたんだけどさ、これレギュラーシーズンだからよくない？どうせプレイオフになったらこいつ A プラスになるぞ。まあ、このバトラーの負担を減らすためにロジア取ったのはわかるけどね。ハイメももうちょっと爆発力が欲しいですね。安定してるんだけど、ゲームチェンジャーでは最近ないかなっていう感じ。それとなってケイレブもちょっとミニッツ落ちてきてますからね。ヨビッチにはミニッツあげたいけど、そんな余裕もないしな。バム・アデバヤもね、よく怪我しないで頑張ってますね。もうセンターケビン・ラブはきちいて。とはいえこの順位で昨年ファイナルまで行ってるからな、注目です。6位、ペイサーズ。まあ、ここから上がるでしょうね。ハリバートンが怪我なく行くっていうのと、シアカムとの噛み合わせがシステムとフィットすれば、まあ、シクサーズまでは抜かせるんじゃないですか。なんか今、バックスも問題抱えてるから、ワンチャン4位とか5位はあり得るね。まあ、ただ、ハリバートンも怪我が多かったんで、ちょっと下げてはいますね。マグダーモット加入しましたけど、この手のタイプいっぱいいるんで、使われるかどうかで言うとちょっと疑問かな。マスリンはもう一皮抜けてほしい。俺はディフェンスできるからネスミスの方が好みなんですけどね。オビトッピンかわいそうだね。せっかくランドルから解放されたらシアカム来ちゃったよ。ジェームズ・ジョンソンも加入しましたね。まあ、ディフェンダー一人増やしたって感じかな。さあシアカムもね、来季延長契約前提取ってるんで、この活躍が続けばコアになっていくかなっていうところ。あと最近ターナーもいいっすね。はい、ペイサーズダークホースになる可能性はめちゃくちゃあります。シクサーズ、いや彼らはしょうがない。エンビードいなくなったら別チーム。マキシの得点は伸びるからね、もう MIP は確定だとは思うんだけど、ヒールドだけだとなんともなんないかな、加入が。ラウリーも入ってきてますけどね、ちょっと地元枠で取った感は否めない。ハンドラの補強っていう面ではね、ペインもいるんで、ここは安定するかと思いますけど。まああと結構今年で契約切れる選手ばっかりなので、エンビード戻ってこれたら、ここに帰ってきたらめちゃめちゃ強いとは思うし、まあ帰ってこれないんだったら、その来季空いた契約でスターを取るっていう形のムーブができればいいかな。エンビードね、怪我する前は俺100にしてたんだよ、トップにしてたんだけど、まあさすがに怪我があったから今ヨキッチの座かな。で、今ね、8位のマジックまでとか 2.5 ゲーム差なんで、そこまでは落ちるかな。でも9位ブルースとは 6.5 ゲーム差開いてるんで、さすがにそこまでは落ちないかな。ホークスとはね、9ゲーム差開いてるし、8位フィニッシュと予想しておきます。4位、ニックス。バックス 1.5 ゲーム差なんで、ここ抜きますね。てか、ランドルと OG いなくても、ブランソンがやばすぎて、ある程度勝ててのエグいね。レッドラインでね、ボグダノビッチとかバークスも獲得しましたからね。3位くらいいけるんじゃないですかね。僕はもうブランソン A プラスにしたことは全然間違ってないと本気で思いますね。ディビチェンズもね、めちゃくちゃ上げたんだけどね、あれエグいね。これくらい上げてもいいけど、逆にジョシュ・ハートがね、ちょっと補強もあったから、出番減るんじゃないかなと予想します。ハーテンシュタインもね、めちゃめちゃスタメンセンターとしてすげえ活躍してるからね。アチュアもいいっすね。やっぱラプターズでね、同じタイプの選手多かったんで、3つもらえればなって形ですよね。何よともね、ニックスは本当にランドルと OG が健康だったら、カンファレンスファイナルまで行ってもおかしくないんじゃないかなと思う戦力だと思います。3位バックス。最近めちゃくちゃコメントなんで、リラードがやばい、なんかあいつなんかチキってるみたいなコメントめっちゃ来るんだけど、そんなにひどいの？ごめん、もう俺あんま試合見れてないからさ、レイカーズ戦まだ2回残ったからそこで見とくわ。だから判断できないってのもあって、ランクは変動させないから、もしかしたら下がるかもしんない。てかリラードが悪いのか、ドックリバースが悪いのか、そもそも AJ グリフィン解雇したのが悪いのかわかんないよね、まだ。てのと、シューティングガードのね、確かディフェンスレーティングがリーグでもワーストぐらいにひどいんだよね。レイカーズもめちゃめちゃひどいんだけど、ここが固定できないことには厳しいかな。でもデッドライン終わっちゃったしね。ベバリー加入だけじゃなんとかならないと思うかな。あとやっぱそれ以上にクリス・ミドルトンのね、落ち方がエグいね。怪我も大きいとは思うけど、年齢とかリラードとの噛み合わせとか様々な悪い要因が重なりすぎて、彼が勝率落としてる原因かなとも僕は思いますね。ランクもめっちゃ下げました。ヤニスは相変わらず最強なんですけどね。どうすんだろう、来季ウォリアーズ行くのかな。ブルロペとかもね、ブロック数だけはエグいんですけど、ディフェンスのシステムが変わって苦しんでるという噂だけは聞いております。どうでしょう、僕は6位くらいまで下がってもおかしくないかなと思います。
2位キャバリアーズ、やっと上がってきてくれた。俺1位予想してたんだから。ドノバン・ミッチェルがやっぱエグいですね。今得点ランキング4位ですから、 A プラス94は差し支えないかなと思います。逆にダリウス・ガーランド下がってきてるね。ここの競争無理だったら、まあドノバン・ミッチェルもなんか来季でエレイカーズ来るとかよくわかんないこと言ってるし、選んだ方がいいと思うけどね。あとまあ最近強くなってる読みとしては、ランニングシューター陣の活躍でしょうね。サム・メリルとかジョージ・ニアンとか、ストルースはランニングタイプじゃないですけど、めちゃめちゃブラックキーをはされてます。オコロもだんだん確率良くなってきましたからね。今季でルーキー契約切れるので、来季残せるかどうか。となるとレバートはいらないんだけどな。契約が意外と重いな。モーブリーが怪我から復帰してね、オフェンスはちょっと成長見せてますね。ジャレット・アレンがディフェンスレーティング最近やばいんですよね。 A はいかないけど B くらいのセンターではあると思います。ただなんだろう、このプレーオフで負けそうな感じ俺だけかな。ラスト1位セルティックス、まあ優勝でしょうね。勝率 78.2% ぶっちぎりです、リーグ1位。なんかこの間レイカーズ AD とレブロンなしで勝ってたけど、あれはたまたまでしょう。全体的にね、テイタムとかブラウンの得点っていうのが落ちてるから、ランクは下げてるんだけど、そりゃホリデーとポルジンギスいたら分散するしね。てかポルジンギスがええね。健康体保てるかどうかってとこですね。もうこれだけの勝率記録してたら1位は硬いので、コーネット、ホーホード、ニーミアスケイタと分散してね、健康もよちよち器用でいいと思いますけどね。ちなみにネタバレしとくとね、ポルジンギスとベンバヤマのレーティング同じだから。あとデリック・ホワイトもめちゃくちゃやっぱいいっすよね。今ドリューホリデーより得点力上だからね。まあ懸念としてはコントロールタイプのガードがいないから、アイソバスケが機能しなくなった時に負けてる試合があるって感じかな。レイカーズ戦もその一つ。プリチャードもディフェンス穴になってしまうからね。つまんない予想だけど、1位かつ優勝予想かな。すいません、マジック抜けてました。これだから急ぎでやると良くないですね。現在8位ですね。シーズン序盤よりは下がってきている。フルッツがね、マジで稼働しないね。あ、今年で契約切れるし、もうちょっと厳しいかな。コール・アンソニー、アンソニー・ブラック、サックスにもっとミニッツ上げたいしね。逆にバグナーとバンケロはだんだん良くなってきている。未来のセルティックスの 2Js 見たくなったらマジで面白い。バンケロはまあオールスターも選ばれたしね。平均25得点をシーズンとして記録できるんだったらマジでおもろい。逆にセンターもね、ウェンデル・カーター帰ってきてから使われてるんですけど、これからもウェンデル・カーターちょっと怪我気味だけど、それで行くのか、ビダゼ・バーグナーをもっと抱えとくのかっていうところにも注目ですね。でアイザックもね、ところどころいいプレイはするんだけど、いつ壊れるかわからないからよちよち起用されてるって感じかな。まあ順位的にはね、シクサーズよりかは上に上がるんじゃないかな。落ちてくるってさっき言ったからね。7位6位フィニッシュと予想しておきます。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございます。すいません、駆け足となってしまいましたが、逆にどっちの方がいいか教えてください。1チームじっくりやった方がね、いいっていう方もいると思うんだけど、間延びしちゃうって方もいると思うので、意見お待ちしております。で、今回3期目ですけど、4期目はプレイオフ直前にやりますので、まあ、今回のレーティング納得できなかった方っていうのも、あと2ヶ月の様子見て待ってください。で、明日、明後日とレイカーズ戦があるので、そちらの動画を出してしまうので、ウエスト編は今週日曜日に上げようと思います。そちらもお待ちいただければなと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよならす。Yeah.